熊本市を去年定年退職した小崎翔也さん。先月熊本市から一時的に再雇用され、能登半島地震の被災地で活動しました。熊本地震の時の、 いろんなところからのご支援をやっぱりものすごく受けているので、やっぱその恩返しをしたいとも思いましたので、被災地支援のために定年退職した職員を一時的に雇用するのは県内で初めてです。熊本地震の時は災害廃棄物の処理などに奔走した小崎さん。石川県珠洲市では避難所運営などに力を尽くしました。地震の発生から2ヶ月以上が過ぎ、小崎さんは災害廃棄物の現状を気にかけていました。熊本地震の時は発生から1ヶ月ほど経つと災害廃棄物を運び入れるトラックの列ができましたが、珠洲市では今もその状態になっていません。完全に家が崩れて潰れてしまっているので、そこからゴミを出すことができない。2つの地震で小崎さんが感じたこととは。それぞれその災害によってその特性があると思います。常に防災対策っていうのは進化し続けていかなきゃならない